大田助義は、江戸時代後期の大名。東東海国掛川藩の第七代藩主、上佐国松尾藩知事。掛川藩大竹十一代。第五代藩主、大田助春の名の男。文久二年三月二十九日、養父、志向の死去により、家督を継いだ。わずか八歳であり、助春が補佐したと伝わる。慶応四年一1月十四日、旧幕府から、 寸布城の守備を命じられる。同年2月1日、寸布城から撤退する。同年3月21日、新政府への標準の姿勢を示すために上落し、同年3月26日、散大する。同年4月15日、十五位下日中下部に除任する。同年9月21日、駿河国、東東海国、三河国に、徳川家里が違法となったため、 上ズサイ軍内に5万3000国余りに違法を命じられる。同年11月10日、上ズ山部軍内5万3350国へ違法を改めて命じられる。明治2年5月16日、芝山藩を称することにする。明治2年6月17日、藩赤奉還で中藩寺となる。その後、武者軍内に松尾城を築城して明治4年1月に藩町を、 移し、松尾藩に解消した。スケヨシは、藩校の教養館や病院、厚生所などの創設に尽力し、財政政策のため、物産会所を設置し、養蚕を奨励するなど、わずか4年の期間ながら優れた手腕を見せた。明治4年7月15日、廃藩置県で、地藩辞職を免税られる。明治9年12月、宮中志向に就任する。 明治17年7月8日に死者校除職。明治期には、慶応義塾が外国人教師を招く、際の在的支援や、東京仏学校の設立に尽力するなど教育、芸術関連に貢献した。官報第308号、明治17年7月9日。中山義明、江戸三百半、殿様のその後朝日新書、大田助吉、人事更新録、第4班。 大正4年一1月、ありがとうございます。